皆さんこんにちは。オーセレブコスメ近未来メイクプロデューサーの芝村恵美子です。よろしくお願いいたします。この度、銀座マルカンから、オーセレブコスメ近未来メイクが誕生しました。そしてその誕生した時からですね、皆さん大変喜んでいただきまして大好評を得ております。ありがとうございます。オーセレブコスメ近未来メイクは、進化した白さ、そしてツヤと光、そしてそのことによって新しい開運メイクという形で皆さんを素晴らしい幸せなメイクに変えていくものとなっております。さらに、白さを追求して、本当に愛嬌のある顔も、作りながら、豊かさと幸せを手に入れられるメイクとなっております。それと何といってもですね、このメイクは女性だけではなくて男性もできるという素晴らしい特典があります。今日は、そのメイクを、皆さんにさせていただきながらオーセレブに変身させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。そして今日ここは青山にございます。車ディーラーをやっていながらですね、マルカンの特約店をされています LMP さんの山岸さんのお店に来ています。山岸さん、こんにちは。こんにちは。どうも、今日はもうね、本当に、訪問させていただきました。なんかとっても素敵な車がさすがにありますけれどもね、なんか山岸さんはマルカンの仕事をされているんですけれども、なんと車のディーラー、外車ディーラーで、なおかつレーサーということでお伺いしていますけれども、なんかそしてあそこの写真があるんですけど、皆さん、去年ですね、私が、一緒にル・マンに行きました。レース、そしてひとりさんの、ひとりさんカーがマークをつけて走っていただきました。はい、ありがとうございます。その一歩模様などもね、あそこに、写真として飾られていて、とっても嬉しいし懐かしい感じでしたけれどもね、なんか今年もなんかね、車かなんかのね、レースが始まるということで、今年はFIA 世界耐久選手権というレースにフル参戦することになりました。すごい。フル参戦っていうのは世界を回るんですか？はい、そうです。何カ国ぐらい行くんですか？全部で9カ国。9カ国？日本も来ますか？はい。日本の場合どちらですか？日本は富士スピードウェイです。すごいですね。はい、もう私 もうそこも絶対行きたいですね、皆さんね。はい、今日はね、山岸さんのお店に集まった皆さんをオーセレブの波動に変えていこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ではそれでは最初から1人目からやっていきたいと思いますが、このオーセレブコスメ近未来メイクは本当に簡単なんです。簡単なのに、変身した後がすごく綺麗になると言われていて、もう皆さん鏡を見て何回も何回も鏡を、見てしまうという、とっても、ハッピーになっちゃうメイクです。そして、このメイクは肌質を変えることだけで完成されますから、どんな方でも簡単にできるという特徴があります。それでは、皆さん、実践にやってみたいと思いますので、よろしくお願いします。